平成22年8月27日、菅総理は中小企業の現状を把握するため、東京都大田区にある中小企業の工場施設を視察しました。はじめに各種素材の電気メッキ及び無電解メッキ加工などを行っているメッキ工場を視察しました。次に各種検索加工を中心とした精密部品の製作を行っている研磨工場の施設を視察しました。その後、大田区内の中小企業経営者の方々と意見交換を行いました。視察を終えた菅総理は記者団の質問に、はい、今日はこの大田区に、製造に携わる中小企業の視察に、やってまいりました。特に現在円高など中小企業の経営が大変厳しい環境にある中で、2つの企業を訪問し、また10人余りの経営者の皆さんと車座でいろいろ意見を聞くことができました。まず第一に、お邪魔したのは海老名電化工業というメッキの工場で、ウルトラブラックなんていう大変な高い技術を持たれて、プラスチックなどのメッキをされている工場でありました。また次にお邪魔したのはこの場所ですけれども、加藤研磨製作所の工場で、こちらでもミクロン単位の研磨をやっておられる現場を見ることができました。いずれの工場でも大変高い技術を持っておられることを改めて知ることができまして、やはり日本のものづくりはこうした中小企業の高い技術に支えられるんだと支えられているんだということを、再認識をした次第であります。しかし、車座での話をお聞きする中では、なかなか経営の状況はそう簡単ではないと、円高によって、あるいは他の理由によって、近年、その仕事をしている関係の会社が海外に出て行って影響を受けた方はありますかと聞きましたら、半数余りの皆さんが、いや、影響を受けたことがあるということで、そうした意味では円高あるいは海外への大手企業の移転ということがですね、中小企業にとっても大変不安な材料になっているということを改めて直接お伺いをすることになりました。このような現場の声をお聞きする中で、円高対策についての現在政府としての取り組みを議論いたしておりますけれども、ぜひ今日の現場の視察、さらには意見交換を受けて、これを生かした形の対策を作り上げて実行していきたいと、このように感じた次第であります。加えて、今日はぶら下がりがこの場所だけですので、今日の閣僚懇談会での一つの方向性を打ち出しましたので、それについて私から国民の皆さんにもお伝えしたいと思います。閣僚懇談会において今日の経済情勢と経済
対策について閣僚間で意見交換を行いました。その意見交換を踏まえていくつかのことを私として方針を決めたところであります。第一に、為替市場の過度な変動は経済金融の安定に悪影響を及ぼすものでありまして、私としては重大な認識を持っております。必要な時には断固たる処置を取ると、こういうふうに考えております。第2番目に、日銀との連携がいろんな意味で必要になりますけれども、日銀総裁が今中央銀行会議で海外に出られておりますが、帰国されたらできるだけ早い機会に官邸にお招きをして、機動的な金融政策の実施について意見交換をし、その実施を期待をいたしたいと、このように思っております。また第3番目に、現下の円高などの厳しい経済情勢を踏まえ、8月31日、つまり今月末に、経済対策の基本方針を決定をし、それに基づいてできるだけ速やかに具体的な対策をまとめ実行していきたいと考えております。この経済対策では、まず第一に、円高や海外経済の減速などによる景気の下振れリスクへの対応をしっかりと具体化したい。第2に、新成長戦略の前倒しの観点から、即効性がある、そして需要雇用の創出効果の高い施策を実施していきたいと、このように考えております。こういったことを月内にまず決め、そして速やかに実行に移していきたいと思っております。私からは以上です。断固たる措置ということですけれども、これは為替介入、あるいはそれから日銀に対しては、日銀との協調という側面に関しては金融緩和といった意味も含めて、どういうことでしょうか。断固たるというのはまさに断固たる措置でありまして、そういう私の気持ちをお伝えしたところです。代表選絡みでお伝えします。代表選で対決性が強まっていることで、与党の中でも代表選後に党が二分されるのではないかという見方も出ていますが、総理としてはどのようにお考えでしょうか。民主党が誕生して代表選というのは何回も実施をしたわけですけれども、常に代表選が終わった後はですね、みんなが一致団結してその後の党運営に当たってきております。特に今は政権交代によって民主党中心の政権を国民の皆さんから期待をされて作ったわけでありますから、代表選が終わった後には全党一丸となった今後の取り組みが必ずできると私は確信をいたしております。代表選では全体の4分の1を占める党員サポーター票も鍵になると思われますが、総理は選挙期間中どのようにして党員サポーターへの支持拡大を図りたいお考えでしょうか。私の場合、現職の総理大臣でありますので、9月1日以降も総理大臣としての仕事を最優先をしていきたいと、このように思っております。もちろん党員やサポーターの皆さんにも意見はお伝えしたいと思いますが、やはり今のこの経済情勢の中でありますので、総理大臣の仕事に支障が出るようなことにはならないように、総理大臣の仕事を最優先していきたいと思っております。